あれ結構全国ツアーみたいなのもあったよね。やりましたよ。地方とかで。やりました。沖縄とかも行きましたしね。すげえ地方とかでやる、いわば営業みたいな感じなのに、うん、新ネタやれって詰められたもんな。そうなんですよ。なんかやっぱりちょっとお笑いストイックすぎるな。その上松ちゃんがさ、前にその、この YouTube 出てもらった時言うててんけど、はい。あの、要は解散するときに、50歳になったら単独ライブやろうみたいなことを言ってたっつって。いや、本当に、それをね、うん、なんとか忘れてくれないかなと今思ってるんですけど。いや、言ってたよ、上松ちゃんが。いや、あのね、うん。それこそ僕はもう上松くんのこと大好きでした。もう小学校からの幼なじみですから、うん、上松を追いかけて東京来たみたいな、お笑いやろうよ、みたいな。そうなの、うん、そうですよ。彼が、あの、東京の大学受かったんで、僕が、うん、追いかけて、こっちの大学来て、で、うん、ずっと学生時代もなんか、僕はネタ変えてやろうよ、みたいなんで。うん、で、なんかうまいこと言うて、なんとか、じわじわこっちの方に引きずり込んだっていう。おうおうもう、すごい、だから僕はあの、佐藤さんがもう、小6の時ですからね、上松。はや。それぐらい上松君に対して、あの、愛情を一方通行でスーッとやってて、で。それは何、上松ちゃんのポテンシャルを見抜いてたの、それは。まあ、やっぱり、あの、面白かったですね。頭も良かったですし、まあまあ、単純に友達でも、あの、仲良かったし、好きでしたから。うん。うんで、辞めるってなって、まあ僕はだから上松くんとやるために東京出てきて、で、お笑いやって、で、まあまあ、うん、そういう意味では夢かなって、で、言ってたけども、その40歳の時に辞めるってなった時に、うん、やっぱ僕はずっとこのコンビが好きでしたから、うん、じゃあもう解散じゃなくて休止にしようと。あうん、名前も残しときたいし、思い出も強いし。うん、で、50歳になったら、ライブやろうよ。うん単独ライブでも何でもやろうよ、うん、って言ってた。その時はやっぱりそのもう、また40とはいえどもね、ね、うん、暑いじゃないですか。うん、なんかこの、いや、じゃあもう一人になっても、じゃあいろんなことやってみようとか、うん、でも今までいるからこのコンビのこの感じを大事にしようとかっていう熱い思いがありますけども、うん、やっぱり人間ってね、40超えて、うん、まあそこから結婚もして、子供も生まれてってなると、やっぱりなんだろうな、一番大事なものがやっぱり変わっていくんですよね。やめろやめろやめろ。聞きたくない。聞きたくない、聞きたくない。当時はやっぱり僕はもう上松くんが1位、うん、一番大事なものが1位でしたけども、うん、今やっぱ圧倒的に1位は花ちゃんっていう今4歳の娘になってます。いやー、聞きたくない、聞きたくない、聞きたくない。ランキング、多分上松ね、今ね、50位までにして、50位以降を県外というならば、県内ギリギリの47位ぐらいじゃないですか。入ってんのか、入ってんねんな。50位以内だよな。たまに花ちゃんの誕生日とかになってくると、県外になっちゃいますけども。でもほら、今はほら、今もなお、釈迦の名前残してるわけやから。まあね、だから、うん、いや、それでね、40歳の時に50歳に、ね、単独ライブやろうよとかっていう時ってのも、途方もなく先の話のように感じがするじゃない、うん、いや、そりゃそうだね、10年後っつったらな。ね、10年後言ったら、まあもう50歳か、50歳言ったらもう、うん、なんならもう、もう初老やんみたいな。うん、そうやな。これがね、やっぱり毎日の積み重ねいっちゃうと、50歳にどんどん近づいてくるんですよね。で、うん、今の僕の心境は、やばい、50歳早すぎるってなってて。あの時なんで70歳って分かったよなっていうのは。いや、50は、いや、ちょうどええやんか。まだ体も動くし、ネタもちゃんと覚えれるし。言っても上松なんてもうこの世界から足洗って、50歳だったら10年経つわけじゃないですか。うん、で、僕も僕でもう、人前でネタやったのも多分2年前ぐらいですよ。もう、ってなったら、こんなもう、サビの二人がやったところで。いや、それはそれでいいでしょう、そこは。やった。だから多分やるとしたら、多分このスタジオで、こじんまりと、なんか小さいそんなもんですよ。もうそれはもう思い出のヤクルトホールでやるやろ。いやいやいや、もう今もうまだあるんですか、ヤクルトホール。そもそもどうかな、あるんかどうか知らんけど、なんか恐れ多くて、あ、なんならもう、うん、無観客ので、今配信とかあるじゃないですか。うん、で、無観客無配信ライブみたいな。もういやいや、それはもうただのリハやん、それ。それでもなんか、やったよねっていうことで言って、それでね、なんかちょっと、僕の中でちょっと、なんだろうな、あら、やばい、50歳早すぎる。いや、腕も絶対鈍ってるし、上松なんてもっと鈍ってるだろうし、いや、どうしよう、どうってなってるけど、逆に上松がまあまあやる気になってるっていう。あら、その、正月やったっけ、なんか一緒にゴルフやった言ってた。ゴルフ、まあ、ね、正月とか入ったらやっぱり地元の友達とか集まりますからね。その時はそういう話にならなかったの ?50 歳のライブの。やっぱりこれ僕があれかな、なろうとした時に違う話を持ってきて、話をそらすみたいな感じになってましたもんね。あ、そう。
いやでも言うた手前何かをやらなきゃいけないと思うんですよ。そらそうでしょう。言うた手前ね。で単独ライブなんて多分あのネタ10本とか15本とか新作やるみたいな人、そんなも絶対無理ですか。いやいや、だってさ、昔のネタもいっぱいあるわけじゃない。昔のネタにあとやっぱりその50歳になってからのネタを、まあ、1、2本足して、そこは日本はさすがに多いと思う。いや、それで、ほんであの当時の仲間集めたトーク部分も入れて。いやいやいや、そんなもう、あのもうおっさんが昔話しだしたら終わりですよ、もう。ほんと集まって。おっさんが昔話をする YouTube を俺はやってるんだよ。いや、もうそれはもう、うん、特にこのいろんな人との他流時代はいいですけども、うん、そのもう身内集めての昔話はしんどいですよ、ほら。俺は飲みの席でやるべきだって。そういうのが聞きたい人もいるんだよ。まあまあ中にはね、うん、うかもですけども。あ、はるさんがスパチャリアと、桂芸能者やデジドル好きでよく見てました。デジドル見てなんすね。大熊さん嬉しいですと、うん、デジドルは嬉しいな。ご存知ないでしょデジドル。デジドルは知らん。もちろん桂芸能者はな、俺もちらっとあの少林寺は出してもらってたから。デジドル僕の大好きな番組ですよね。水着の女の子を20人ぐらい控えながら、うん、めちゃくちゃ卑猥なことばっかりやるっていう、いやひどい番組でしたけども時代やな、時代。時代でした。何でもありの時でしたからね、うん、普通に企画で、額にずっとこの水を垂らし続けると気が触れるみたいな、そんななんかあの拷問があるんです。あるよね、あのずっとあの固定させてずっとここにやっとくっていう、はい、それを、うん、が本当にそうなるかどうかっていう実験を普通に水着の女の子にやり続けるとか、絶対ダメだよな。あのおおらかな時代があったんですよね、今思う。まあまあな、まあ、当時はな、よくデジドルをご存知で。いや、その時にあれ BS だったんですよね。 BS か。 BS テレ、BS テレビ朝日だったんですよ。で、月に1回だけ地上波でなんかスペシャルみたいなのを編集したやつを確か流してたんだと思うんですけど、当時があの地上波が始まらんぐらいの時でしたから。でその時にでも BS なんてなかなかあんまり、本当に好きな人しか見ない番組。当時は BS ってな、今と違って誰が見てんのやろうと思いながらやってたりしたよね。その時にちょうど僕が嵐と一緒に番組やってたんですよ。そうなんですよ。その時にあの相葉君が、熊さん見たよって、あの番組ほら、裏火でって言ってましたから、いや裏火で見たことの、あの説明こっちにしなくていいけどみたいな、名前まで覚えてもらえなかったみたいですかね。あーすごいな、あの番組は楽しかったですね。本当に僕やってたのが一番楽しかったかもな、デジドル。はい、あの卑猥なの。そうやな、もう今 BS でも無理やろうね。もうどこでも無理でしょうね。やっぱりあの慰安空手とかね、その辺のコメントが多いよね。慰安空手っていうのも本出しましたからね。あ、本も出してんねや。出しましたよ。そう、当時なんかそのいつここがあの悲しい時の本ですごい売れたからっつうので、うん、でそれに便乗して出そうってなってレター本みたいなの出して、うん、でその時覚えてますけどね、あの24時間テレビの、うんうん、ライブが日産ギャラリーであって、で芸人さんいっぱい出てたんですけども、うんうん、その時にあの千原兄弟さんが MC で、うんうん、ジュニアさんかな、うん、ジュニアさんどっちコンビやったかジュニアさんがちょっと忘れましたけども、うん、でそこでイアン・カルテがちょうど本が出るからつうんで、イアンイアンってやって、めっちゃ滑った後にこれ本出しますって言った後にジュニアさんから、いや嘘やろって言われて死ぬほど恥ずかしかったですね、あの時。いやでも4からってこんだけあるっていうことはさ、結構印象残ってるってことやしな。なんか、いやいやでもね、いい思い出全然ないですけどね、あれね。え、なんで、あのないですよ、あの時オンバトやった時も、その時にね、うん、ちょうど本が出るってなって、で、うん、高松でそういうサイン会みたいなのをやろうっていうのがあった、ちょうどそれにオンバトの高松大会が絡んでたんですよ。ほう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 。あ、これ地元や。ああ地元帰って、で、お客さんもお帰りみたいな空気になって、これ見逃しに、いやんやんってネタやって、落ちてオフエアでしたからね。地獄でしたよ。その後のサイン会、どんな気持ちやらんやっていう。地元で落ちるパターン、あんまり聞かなかったよね。いや、重くそぎましたね。本気のイアンって言いましたもんね。本気のイアン出た。本気のイアン、ネタ終わってから。イアンって伸ばしきれませんよ。
あれその本って鬼塚千尋さんが帯書いてるの？よう知ってますね。書いてる。有識者がおるから。よう知ってますね。そうなんですよ。当時彼女がすごい僕たちのこと好きでいてくれてね。うん、すごい。いやたまたまですよ。彼女がなんかからそういう鬼塚さんからお話聞いたのはなんかすごい好きなんです、ファンなんですって言ってくれてありがとうございますっていう話してて、うん、で私前ラジオ出た時にっていう話になって。うん、FM ででも私あんまり喋るの得意じゃないの ですごいあんまり喋らなかったんですって、うん、そうなんですかでちょっとなんか今好きなものありますかって言った時にこれ見よがしに私今尺が好きですって言ったら向こうはそういう宗教系の何かかとそこで話がおかしくなったんですみたいな話で、うん、あいやなんか逆にすいませんみたいなややこしい名前つけたからな。本当ですよ。この名前にも本当あれですよ。上松君のつけた名前ですからね。そうなの？そうですよ。なんかちょっとね、行々しいんですよ、この名前もね。うん、これもあれですよ、中学校の時に文化祭に出ようってなって、うんうん、で、お笑いをやろうって、僕はずっと、その中学校3年生の時ですら、僕は上松君を誘い続けて、もう3年経ってる時ですから、うんうん、やっとこれで上松君となんかできるってなって。で、コンビ名でじゃあどうしようかって言ったら、うん、上松君がなんか背中越しに、ああ、じゃあ釈迦でいいんじゃないとか言って、よちょっと待ってって、これ前々から大事にしてたんちゃう？うわ、ああ、もう釈迦にしようって言うたんですけども、その時、よくよく見ると、上松君、こうやってジャンプ読んでて、週刊ジャンプ。セイントセイヤ？そうなんですよ。その時にちょうど開いてたページが、セイントセイヤの釈迦っていう、なんかゴールドセイントのページやったんですよ。乙女座のゴールドセイント釈迦な。そうですよ。だからたまたまその時に僕が聞いた時にそのページが開いてて目に入ったものを言っただけだったんですよ。後々気づくとそこでか。なんで僕はもう温めてるもんや思ったからそう言うたらもう全然答えだからページ違うかったら本当にもう筋肉もやったらもうカレークックやったかもしれませんし。カレークック。カレークックやったかもしれんしな。何か分かりませんでしたけどね。なんか変な行々しい名前つけちゃいましたからね。まあセイントセイヤでよかったやんか。かっこいい名前が多いから。まあまあまあ、まあ。ジャングルの王者ターちゃんとか、まあ、可能性があったわけだからね。ジェーンとかかもしれませんでしたからね。ジェーンな。地に点々の方な。ほら、鬼塚千尋さんが NHK のトップランナーっていう番組で絶賛してて。何年前の話ですか、それ。好きな芸人ベスト3で1位にしてたっていう。まあ、当時やろうな。ありがたい。うん。ありがたい、うん。デジタルの正式名称はデジタルファクトリー。よく知ってますね。そうです。デジタルファクトリーです。デジタルファクトリーですよ。ウィキペディアにもないっていう情報が、検索してもウィキペディアにもないって。デジタルファクトリー多分。もうデジタルファクトリーはもしかしたらテレビ朝日がなかったことになってるかもな。いや、やっぱり当時のって検索しても出てきえへんやつ多いもんね。文化がさ。あの番組はね、うん、本当に時代を誰よりも先取ってたんだけどな。20年前の話だって、鬼塚千尋さんの話は。いや、むちゃくちゃ前ですよ。めちゃくちゃ可愛かったですかね、うん、昔の鬼塚千尋さん。今もやって、今も可愛いて。いや、あの時でもね、うん、本当に美少女だったんですよね。うんうんうん。本当に覚えてるけど。すごい、やっぱり大熊くんが出てくれるからか、普段お見かけしない名前の方がいっぱい来てくれる。ありがとうございます、本当に。すごいね。いや、もう、うん、まだ起きてるんですね。うん。あれだな、でもほんまにでもこう見た目の印象変われへんな。あ、本当ですか。いや、もうみんなそれぞれええ年になってきてるからな。いやいやいや、白髪も増えまくってますからね。今白髪はしょうがないよ。釈迦のオンバト最高キロバトラー489で、いや、僕も知りません。ロシアンルーレットのネタだったかと思いますって。あ、すごいな、嬉しいですね。釈迦マニアがめっちゃ集まってきてるよ今日は。いや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 、そういう方ぜひ舞台見に来てくださいよ本当に。その舞台はあれでしょ、自分は出ないんでしょ。出る時もありますよ。あ、出る時もあんねや。まあでもね、その時はもうなんか僕が、あ、だから次は僕出ますから。おー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 。8月にまたね、それも3月にやる予定だったってさっき話しましたけど、その3月にやる予定だったのが最後にコロナ患者が出ちゃって。ああ。で、1人出て、で、うわ、どうしよう。でも、一応1週間空けるってなったら出れるな。でもどうしても最初の2日間は無理や。じゃあ、また別の女優さんを急に呼んで、そこだけ代役でやってもらおうって、うん、もうまさにここのスタジオで、もうその人ちょうどつながったから来てもらって、うん、で、まあ、稽古してて、うん、って言ってたらな、一番ベテランの女の女優さんが連絡来て、うん、すいません、今日ちょっと朝
あの38度5分熱が、もしかしたらそうかもしれないので、今日はちょっとお休みしてくださいってなって、わ、本当ですか、ちょっと安心してください。で、ちょうど全員もう PCR 検査の結果が出るときあって、うん、みんなやってたんでね。で、僕も当然陰性で、ほら、でみんな元気でしたから、うん、でやっぱり陰性やろ、みんなもう元気したら陰性やからって言ったら、一人女の子がパパパって来て、あ、陽性って書いてますってなって。もうそこでも3人出ちゃいましたから、ああ、もう終わり終わり終わりって言って。うわぁ。多かったよね。2月3月、俺もなったし。んああ、なりました？なったなった、俺。なったし。オミクロン株はね、とにかく3月の時のオミクロン株、エグかったですよ。すぐかかる。タイミングずらしてやけど、うちの家族ももう全員だったし。んで、あれですよ、もう、うん、もう劇場も抑えてるから、人間になって、もう、その間でも70万ぐらい取りましたからね。うわ。それもあれですよ、本当にもうこっからですからね。そこでさ、思い出すだけで席出てきますよ。それこそそんな空いた期間にもうそこはもう釈迦単独ライブやればよかったのよ。もうなんかもう最近ピンネタもやってないってことはあんまりもうネタとかにはよくはなくなっちゃった。なんかね、あの事務所ライブにやっぱり出てると、うん、あの作らなきゃいけないじゃないですか。そうだね、一回ね。でなんかあの新しいことをいろいろ作っていこうとかってなるんですけど、やっぱりね、これもまあ僕の実力がないだけの話なんですけども、やっぱり受けづらくなってくるんですよね。あの周りの人たちが若いから、もう本当に実力があったら受けるんですけど、僕そこまで実力がないから受けないですよね。で、どんどんうちの場合、ナベプロの場合はあの学校があるから、あの若い人がどんどん下から入ってくるじゃないですか。なるほどね。ってなってくると、もう向こうはもうキラキラした目で、でなんかこれからよし頑張ろうっていう二十歳ね、そこそこの人たちが入ってきて、そこにあのもう40過ぎのおっさんがピンネタやってて、まあまあ滑ってるってなったら、もうなか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 しんどい空気感になってきて、でまあまあ僕ももう言ってももう20年以上ライブ出てるんで、もうさすがに、うん、でまたこれ僕がいると、僕がいることによってあの出れない人がいたりするわけで、いやまあね、うん、で当然マネージャーとかもそのね、若い人たちばっかりなんで、こっちに変に気を使うってなると、これはもう絶対良くないやろうなと思って、うん、もう今ライブに出なくなると、今度はやっぱ作らなくなっちゃう、うん、単独ライブとかも定期的にやったんですけども、うん、でもね、これが思うのは、うん、やっぱりこれは僕はちょっと恵まれてる部分なんですけど、うん、やっぱり最初は僕の大好きやった上松君と一緒になんかコンビでネタをやりたい、お笑いでご飯食べれるようになったらこんな素敵なことはないって言って、でなんか自分たちの世界観みたいなのを一生懸命作ってでやっていったじゃないですか。でそれが今度一人になったら、じゃあ今までできなかったことをいろいろ挑戦しようっていうので、まあ映像を使ってみたりとか、音を作った自分で作ったりとか、映像作ったりとか、あと今度は落語、古典落語とかも結構いろいろやったんですけども、いろんな新しいことをやっていって、でなってると今度はライブのお笑いって、例えば毎月やるんだったら、なんかまた新しいこと作ったら、次また来月新しいこと作ってなんかやんなきゃいけないっていう、なんか疲弊してくるじゃないですか、こっちが。あ、まあね、それよりもなんか本当に自分がこんな世界があったら楽しいなっていうのを、いう世界観をいろんな自分の脚本として書いたのを、自分がこの人たちがやってくれたら嬉しいなっていう人をキャスティングで集めて、でそれで何かを表現するっていう方が、実は今の自分には一番合ってるなっていう。ああ、うん。なんでその時その時に一番自分がやりたいことがやれてるっていうのは本当についてるなって思う。ああ、なるほどね。そういうふうにネタに追われるわけでもなく、自分がやっぱりね、これを表現したいな、うん、表現するものに作るまでの時間はたっぷりありますから、うん、納得に できるものを作って、うん、で今度はその表現してもらえる部分、あとはその、あ、これは自分があった方が、上手にできるかなっていうところには自分が入ったりとかもします。うんうん、なんかものづくりに関しては一番自分の中でストレスのない立ち位置にずっといられるのはすごい得してるなと思いますけどね。もうその辺に関しては相変わらずエネルギッシュやね、ほんまに。いや、それはもうそれしかできないですからね。それしかやってきてないから。だから引き出しがないんですよ。いや、引き出しがないとは思うんやけどな。とはいえ、コロナの時にウーバーイーツ始めてみましたけどね。あれ意外と自分のショーにやってましたけどね。いや、まあ、その自分のな、スタジオって、やっぱりこうコロナで止まっちゃったら稼働もないからな、働くしかないもんね。
やりましたよ、ウーバーイーツも。うん、